ルオリシャニアは、カンブリア紀に生息していた、ハーシ動物の一族。墨エ動物群に属する、ルリシャナインやロンジェクルイリーズによって知られる。全長は1.5センチメートルほど。背中には3列のトゲが走り、大切に対応していた。爪を備えた14から16体のハーシを持ち、前の5体は長く発達しており、専門状の構造が並んでいる。 頭部には一体の単眼と触覚を持つ。専門を持った、ハーシと消化管の内容物に基づいて、露化接触者であったと考えられる。ルオリシャニアの反接触動物における系統的位置は、議論的である。2010年代以降の多くの分岐学的知見では、ルオリシャニアは、ハルキゲニアなどのハーシ動物と共にあり爪動物の、ステムグループに属するとされる。 一方で、これらを独立した別系統の反節足動物とみなす知見もある。それ以前では、基盤的なハーシ動物、節足動物の初期系統に属するなど、様々な系統的位置が挙げられた。ルオリシャニアに近縁と思われ、共にルオリシャニア科に属するハーシ動物は、コリンズム、オーアティオーエルミス、ファシワーミスなどが挙げられる。 マラー・ルーリシャナイアとして記載された、ルオリシャニア科の化石は、ルオリシャニアのシノニムとみなされる。ありがとうございます。